ダタブリックスは、アパッチスパークの生みの親であるマテイ・ザ・ハリアと共に、アリゴディ氏が2013年に設立した企業である。AI、機械学習をはじめとする、ビッグデータを扱うための統合データ、分析基盤である、レイクハウスプラットフォームを提供しており、データサイエンスと機械学習の領域に強みがある。2021年に上場予定と言われている、ユニコーン企業。 2020年11月現在、世界で5000社を超える企業に利用されており、テクノロジー販売パートナーは約450社となっている。2021年パートナー、マジッククアドラントにおいて、データサイエンス及び機械学習プラットフォーム部門のリーダーとして評価されている。アパッチスパークやデルタレイク、マルフロといった自社ソフトを組み合わせ、大規模なデータエンジニアリングと、 コラボレーション型データサイエンスのためのクラウドプラットフォームを開発しており、開発したソフトウェアの多くをオープンソース化し、オープンソースコミュニティとして維持していることも d a t a b r i の特徴。日本法人は d a t a b r i スジャパン株式会社。2013年9月、d a t a b r i はアンドレソン・ホロビッツから1390万ドルを調達したことを発表し、 Google のマップリデュースシステムに代わるものを提供することを目指していると述べた同社は2014年に3300万ドル、2016年に6000万ドル、2017年に1億4000万ドル、2019年2月に2億5000万ドル、2019年10月に4億ドルを追加調達した。アパッチスパークはビッグデータと 機械学習のための非常に高速なオープンソースのクラスタコンピューティングフレームワークである。スパークのインターフェースを使うと暗黙のデータ並列性と対故障性を備えたクラスタ全体をプログラミングできる。スカーラ、Java、Python、R 用のハイレベルな API やデータ分析用の一般的なコンピュテーショングラフをサポートする最適化エンジンを提供する。 SQL やダタフレームス向けのスパーク SQL、機械学習向けのムリブ、グラフ処理向けのグラフィックス、ストリーミング処理向けのストラクチャードストリーミングも提供するオープンソースのストレージレイヤー。非構造化、構造化、反構造化データもすべて一括して格納する次世代型のデータレーク、データウェアハウスである。アパッチスパークや他ビッグデータエンジンに対して 拡張性やアシットトランザクション機能を提供するオープンソースのプラットフォーム実験再現性確認デプロイメント一元的なモデルのレジストリーなどの機械学習のライフサイクルの管理を容易にするオープンソースプロジェクトパンダダタフレーム API をアパッチスパーク上に実装することでデータサイエンティストがビッグデータを扱う際の生産性を向上する プログラミング言語 Python においてデータ解析を支援する機能を提供するライブラリーである。特に数表及び時系列データを操作するためのデータ構造と演算を提供する。ありがとうございます。